こんにちは、ビーレジェンドの辻本です。今日は背中に効かせるダンベルローイングの解説をさせていただきます。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、ぜひ概要欄からチェックお願いします。前回はですね、肩の後部に効かせるダンベルローイングの動画を上げさせていただいたんですけど、今日はですね、背中でもですね、大きい広背筋と、僧帽筋と言われる、筋肉があるんですけれども、その背中全体に効かせるダンベルローイングの解説をさせていただきたいと思います。今日は、インクラインベンチを使って行うんですけれども、インクラインダンベルローイングとか、チェストサポーテッドローイングとか、様々な呼び方はあるんですけれども、そこは特に気にしないでいただければなと思います。このトレーニング種目の特徴なんですけれども、私自身もトレーニングに取り入れています。非常にいい種目だと感じてまして、どういったところがおすすめかっていう点なんですけれども、まず背中のローイング系の種目ですね、ベントオーバーローとか、こういうふうに体を固定してダンベルやバーベルを引いたりする種目なんですけれども、あとはケーブルなどでシーテッドローイングとかですね、行う種目もあるんですけれども、どうしても状態がですね、不安定な状態になりますので、体幹周りであったり背中を鍛えたいんですけれども、別の部位が刺激されて結局背中以外のところが疲れてきたり、そういうケースはよくあるかと思うんですけれども、そういった方にですね、ぜひ試していただきたい種目になります。あとはですね、背中のトレーニングをするときに、私自身もそうなんですけれども、この僧帽筋、いわゆる肩甲骨周りですね、肩甲骨の内転といって、肩甲骨がグッと寄る動き、これが私自身非常に苦手な動きなんですけれども、よくですね、お仕事でデスクワークが多かったりとか、日常でね、運転が多かったりすると、どうしても肩が前に入ってですね、肩甲骨が外転する姿勢、猫背の姿勢になりがちなんですけれども、それを改善する肩甲骨をしっかりと寄せる動きっていうのが意識的に行えますので、そういった意味でも、おすすめです。では早速ですね、やり方を説明していきたいと思います。ではね、実際に、ダンベルを持っていただいて行っていくんですけれども、回数はだいたい10回から15回ぐらいできる重さに設定していただければと思います。今日は私片方が8キロで行うんですけれども、まずインクラインベンチをだいたい45度ぐらいにセットしていただいて、このままうつ伏せになります。で、足の位置はですね、自然な形で下に置いていただいてもいいですし、上に持ち上げていただいても大丈夫なんですけれども、しっかりと踏ん張れる位置にセットします。で、このままですね、ダンベルを内向きで持っていただいて、このまま引き上げていきます。やってみます。グッと肘をグッと上げて、ダンベルを引き上げてくる動きです。という形で行っていくんですけれども、ポイントはですね、肩甲骨をしっかり寄せる動きを入れたいので、上げるときに少し胸を張って肘を上に持ち上げてくる、この動きが非常に重要になってきます。前回の肩の後ろに効かせる場合、できるだけ肩甲骨は動かない方が肩の後ろには刺激が入りやすいので、肩甲骨を動かさずに肘を高く上げるように行いましたが、今回は肩甲骨周りと広背筋に効かせたいので、しっかりと胸を張った状態からぐっと引き上げてくる、こういう動作がポイントになります。で、胸を張りやすくするためのポイントなんですけれども、ダンベルをですね、持った時にそのまままっすぐ上げてしまうと、肩がぐっと持ち上がってしまってなかなか胸が張れないので、体に対してですね、垂直にこう入るぐらいのイメージで、やや後ろに肘を持ってくるような形で引いてくると、自然に胸が張りやすくなります。という形で、インクラインベンチにですね、上体がうつ伏せで固定されるので、状態が
ぶれずに行うことができるので、ベントオーバーローイングで、まあ、腰が不安な方とかですね、まあ、初心者の方でなかなか背中を意識しづらい方は、こういった形でローイングを取り入れていただくことを、まあ、お勧めします。背中に効かせるダンベルローイングの解説をさせていただきました。背中のトレーニングに関しても様々な方法がありますので、まあ、目的に合わせていろんな種目を取り入れていただければと思いますので、まあ、ぜひ行ってみてください。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE では得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも新商品やセールのご案内を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。